願いします。皆さん、こんにちは。なんか最後、みんなすごく眠い、私も眠いけど、なんかちょっと発表前にラジオ体操しようか。まあ、しなくていいかな。じゃあ、じゃあ始まる。Discrete Log Contracts という、最近の研究のことを、発表します。ビットコインの見えないスマートコントラクト。BC2。OK。So、ちょっとイントロダクション。DLC、Discrete Log Contracts は、実は今まで発表しなかった。世界初、すげえ。今までちょっと周りの人、MIT に話してたけど、スライドは、まあ、今作りました。まだ。で、ボストンに再来週発表する、多分このスライドを英語にして発表するけど、まあ、最初のスライド日本語だった。英語を日本に訳する。だから、もしかして、ちょっと研究の発表だから、例えば今年の2月、ライトニング発表した、それ何回目のライトニングの説明だから、まあまあ練習で、できた。今回はちょっと最初に、DLC の説明だから、申し訳ない、多分分かりにくいとか、順番が間違えているとか、ですいません、でもみんなあのフィードバックでちょっと説明うまくできる。そしてこのアルゴリズムは、デザイン、ちょっと緊急の状態です。本当に動いてるかちょっと分かんない。動いてるかもしれないけど、いろんな人と話して、ああ、面白い、いいねとか言うけど、もしかして問題がありますので、こういう、できないかもしれない。ソフト書いてる今まであまり問題見つけてないけど、あとちょっと新しい暗号学でよく話してる、Don't roll your own crypto。自分で暗号学を作らないでね。で、まあ、結局、作ったけど。まあ、誰かが作らないといけないでしょ。でも、peer review が必要。まあ、基本、どういう話のは、ビットコインの上のスマートコンファクト。スマコンって言う？まあ、とにかく、それ、よく書きました。スマコン。スマコン。ブロックチェーンに入ってもそのコントラクトが見えないとかちょっと秘密のコントラクトだからいい、そしてそのスマートコントラクトの内容だけが見えなくじゃなくて、そのコントラクトが本当にあったかどうかは誰も見つけられない、そして名前がちょっと分かりにくい Discrete でなんか親父ギャグです、Discrete というこういうスペルのは目立たないとか静かとか秘密っていう意味。そしてこの discrete、とにかく discrete log problem、その、言葉知らないけど、10のなんとか乗を、まあ、exponentiation の逆。例えば、カーブの10をスケーラーにする。三大数も対数。もっとまあこういうそういう数学の問題は discrete log でこの discrete log で log は logarithm だけど log は順番の書いてるでまあちょっと親父がすみませんでもまあ前回の lightning network というちょっとかっこいい名前につけたらみんなあ lightning network いいねとかで今回ちょっとこういう名前作ってた OK 最初はちょっと lightning のまとめ前来ましたとか、前、ライトニングネットワークの説明聞いた人もいるけど、そんなに知らないとか、まだちょっと忘れたのがいるかもしれない。だからちょっと繰り返す。ブロックチェーンを使って、チャンネルを作って、いろんな取引を作るけど、その最新の状態だけが放送できる。例えば、こういうペイメントチェーン。まずは誰かが、多分アラスが10ビットコインをここに送って、ボブが10ビットコインここに送って、で、この取引、このアウトプットがブロックチェーンに入っている。で、この取引はまだ、みんなの、そのアラスとボブのパソコンだけにある。まだ放送してない。で、この取引は、じゃあアラスが1つのビットコイン、ボブが9ビットコイン。で、ボブから見ると、
じゃあ私9ビットコイン持ってる。ネットワークから見るとここには10ビットコインだけど、僕がじゃあいつでもこの取引を放送して10ビットコインをもらいます。それなら次の状態 State 2。 じゃあボブがアリスに3ビットコインを送って、送るのはただ新しい取引を作ってサインして、で前の取引を消すという。でも消すのが難しい。消すのどうやって消す、はい消しましたよとか、消すの証明が基本できない、はい忘れたとか、どうやって証明する、だから秘密鍵を相手に、送る。 OK、 そういうで、どんどん新しい状態いっぱい作れる。でこれは、ライトニングのチャンネルに、そして逆にもできる。例えばボブがアリスに送った、で次アリスがボブに送るとか、何でもの、送りはできる。まあゼロまではいけない。例えばアリスがじゃあ状態4、ステップ4はじゃあ私が0、ボブが10、それはできない。それにしたらアリスがリスクがなくなる。例えばアリスが悪いことしたら、まあ、とにかく私お金全くないだから何もリスクがなくなる。 OK、 それちょっとペイメントチェーン、こういう、まあ、質問あれば大丈夫かな。 OK、こういうスマートコントラクトは基本的に払う、他の情報でお金が動く。ライトニングは、同じようなスマートコントラクトだけど、その情報で動かすのは全部チャンネルの内に、チャンネルの中の情報、right? So, like, ここの情報だけで決める。アリスとボブが全部、まあ、ランダムの数字を作って、公開鍵、秘密鍵を作ってなんとかやって進んでいるけど、例えば第三者の情報がここに来ない、right? その実はある、right? like, ほとんど基本的に全て の支払い、例えばアリス、ボブがアリスに3コインを送る、それは理由がある、なんとか買ってる。アリスに3ビットコインを送るのは、オートバイを買いますとか、で次2コインを送るのはじゃあパソコンを買いますとか、そういう買い物とか、なんか本当の真実、なんかリアリティに本当のことが起こるけど、ライトニングはそれ、なんていう、アルスコープ、見えない。とにかくライトニングの考えはただこのビットコインが送ります。その逆に3ビットコイン送ってオートバイが逆に流れているけど、ブロックチェーンには関係ない、デリバリーが関係ない。スマートこの、そのディジタルディスクリートロー・コントラクトのスマートコントラクトは、なんとか世界にあるイベントが関係ある、例えばイベントでお金を動かす。例えば雨、天気、okay? 雨が晴れ、で雨が降ったらアリスに1ビットコインをもらいます。で晴れならボブが1ビットコインを もらいます。そういうスマートコントラクト、ちょっと変な例え、まあまあでもそういうまあ分かる。例えば、保険とか、ボブがアリスが農業をするとかで雨が降らなかったら、まあまあ理由はあまりないけど、まあこういうことをやりたい。問題はブロックチェーンには天気気づかない、ビットコインにアップウェザーとかがないですね。アップチェック制とかアップいろいろけど、天気のアップコードがない。だからどうやって天気の情報をブロックチェーンに入る、okay、で普通のは Oracle という、 Oracle はまあ大きいソフトの会社だけど、ギリシャの昔なんか未来を見る人、まあ分かんないけど、そういう言葉を使っている。Oracle のは、実際に起こったのイベントを、例えばブロックチェーンとかどこかに、伝える。晴れか雨、誰が決める？アリスとボブが Oracle 使わなかったら、ただの、we'll bet, okay, Alice, じゃあ
1ビットコイン、雨なら1ビットコイン送ります。じゃあ雨なら、晴れなら送るよ。だけど喧嘩したら、金が止まる。だから、モルティシック買ったら、その1ビットコインをアリスとボブのアドレスに送って、で、同意したら大丈夫。で、雨降ってて、アリスが、あ、やっぱり雨降った。はい、ボブどうぞ、1ビットコイン。で、晴れなら、はい、どうぞ。だけど、ちょっと微妙な時。あ、ちょっと降ったね。じゃあ、1ビットコインお願いします。サインしてください。いやー、降らなかったでしょとか。で、喧嘩になる。じゃあ、半分半分でしょ、いやいやいや、とか。ずっと喧嘩になって、その2人が同意したしてなかったら、その変化、そのお金が動けなくなる。そして、微妙な時じゃなくても、例えば、アリスが、私は金持ちだから、その1ビットコインをなくすのは別に大丈夫。だけど、ボブ、お前は貧乏でしょ。もちろん、買った、雨が降ってただけど、0.8 ビットコインしか上げません。で、ボブが、それ不公平、本当に1ビットコインの方が欲しいとか。だけど、ボブが貧乏で、今お金欲しいだから、アリスちょっとずるいことできる、ね。とか、そういうバランスがない。だから、じゃあ、第三者のオラクルが必要。で、2の3のモルティシックできます。で、これは多分他のソフトあるかな、あんまり使ってない。問題があります。But、最初は、ちょっと説明。3つの鍵、アリスとボブの鍵、アリスの鍵、ボブの鍵とオリビアはオラクル。雨ならアリス、晴れならボブで、結局オリビアが決める。で、どうしたらオリビアはいらない。例えばアリスが、あ、やっぱり雨降ってた、はい、どうぞとか、したら、オリビアに、連絡しなくて大丈夫。けど、喧嘩したら、両方の人、オリビアに頼んで、オリビア、これをサインしてください。雨が降ってたでしょ、だからその1ビットコインが私のビットコインですね。そしてそのスマートコントラクトが基本的にオリビア の頭にある。実はブロックチェーンに書いてない。Right? 誰がサインするとか、そのコントラクトはブロックチェーン以外のコントラクト。それ、オリビアに、じゃあ、雨ならこの人のお金。問題、本当の問題は、アリスカ・オリビアに、ねえ、雨が降らなくても、その雨を決めて、半分のビットコインあげる。その、本当にやった。ボブだったら、例えば、晴れだった。だから、ボブの1ビットコイン。だけど、アリスが、ああ、負けたね。で、オリビアに、ねえ、私に半分のビットコイン送ったら、あなたにも半分送るよ。だから、オリビアから見ると、ちゃんと守って、ちゃんとルール守ったら、オリビアは0ビットコインもらって、で、ボブが1ビットコイン。けど、ダメなことしたら、オリビアが半分もらって、アリスが半分もらう。どうかな？で、こういう問題があります。本当にそのオラクル、本当に信頼するのが必要ね。そして、オラクルは全部見える。OK。So, it's なんか interactive。全部、そのオラクルが全部見える。そして、オラクルがオフラインになったら使えなくなるとか。そのコントラクト全部見える。そのコントラクトの結果も全部自分で決める。だから、こういう問題がある。他の方法、じゃあ、もっとオラクル、2つのオラクルとか、3つのオラクルとか、そういう、それの方が安全かどうか。でも、私の考え、そのオラクルがコントラクトを見えなかったら、それの方がいい。それなら、オラクルがそんなに強くなくなる。でも、どうやってそうする ?OK、well, yeah, okay. で、じゃあ、今までの、ちょっと、今までそれどうやってするとか、今の問題どうするとか、今までの質問ありますか？で、次はちょっと数学になるけど。こういう問題、こういうちょっと、わかる？ Good. Alright. 次、ちょっと、数学の正解になります。シュノーシグナチャーは、聞いたことあるね。OK。今からの小さい文字、スケール、普通の
普通の数字ね。まあ普通だけど結構大きい。だいたい32バイトの数字。で、だいたいが。で、大文字はポイント。その楕円曲線の点。楕円曲線というカーブにはジェネレーターというポイントがあります。G。で、ビットコインの場合は、libsecp256k1。Secure Elliptic Curve Protocol 256 Coblitz 1で、ビットコインのカーブは y3 乗イコール x2 乗プラス7。だからまあ、そんなに難しくなさそうけど、実は難しい。そして、ジェネレーターはあるポイント。そのカーブにあるポイント。秘密鍵は小さい文字の a。公開鍵は大文字の A。H とかこういうファンクション、それはハッシュ関数。そして M は、メッセージ。Okay. 今まで ?OK?、Yeah. Kind of? Discrete log problem のは、これできます。A×G はできる。例えば、A は普通の数字だから、プラス、マイナス、you know, multiply, divide, 全部できます。A の B 乗とか A の A×C とか全部できます。けどこのポイント、この大文字は、いろんなルールがあります。A プラス B とか大文字 B できます。これ、こういうスライドあれ作ったはずない。そのスライド どこに行っちゃった。まあ、このポイントプラス他のポイントできます。そしてこのポイントマイナス他のポイントできます。そして、ポイントかけるスケーラーできます。ポイント y スケーラーもできます。だけど、ポイントかけるポイント、意味がない。そういう、できない。ポイント y 他のポイントとか、そういうのもできない。OK。で、シノールシグネチャー。本当に、まあ、説明、わかるけど。これは公開鍵、これは秘密鍵。ランダムの数字を決めて、で、そのランダムの数字を G かける自分の秘密鍵は公開鍵。で、それビットコインの普通のアドレスは、パブリキーを送る。で、サインするときにはメッセージがありますね。それ M。そしてサインするときに、他の公開鍵を作る。Right. これが普通にビットコインのアドレスに入っているの公開鍵、秘密鍵。そして証明を作るときには、K、同じように小さい A と同じように作る、ランダム。で、これ R という、まあ、ポイント、K×G、同じように A×G になる。これ、公開鍵ではないけど、まあ、ポイントになる。で、ストアシグネチャーは、K マイナス M と R のハッシュかける A。これが、サインのために作ったの秘密鍵。これが前みんなに教えてたの秘密鍵、教えてなかったのだけど秘密鍵。公開、みんなに教えてた公開鍵の秘密鍵。これがメッセージ。これが、K かける G。で、なんかハッシュは、メッセージ、でその後 R で、これ32バイト、これ33バイトとか。で、これが、このハッシュが32バイトのハッシュ。だいたいシャにかける自分の、なんていうんですか。で、これは S という。で、これは非常に早く計算できます。数字、1回ハッシュかける数字、マイナス、また。実はこれ楕円曲線使いません。で証明は R と S。So, 公開鍵は A、証明は R と S。で、誰か証明をもらったら、確かめるときには全部 G をかかる。例えば、これが G にしたら、OK、K×G、HMRA×G。がこうなるね。K×G は R。これが一緒。
で、A×G は A。Right. そして、これは2つの秘密が入っててね。みんな小さい A と K が知らない。だけど、これがみんなわかる。みんな R してる。それ証明の入に入ってる。みんな A もしてる。それ、その公開鍵。だから、確かめるときには全部分かる情報があります。OK。で、じゃあ、今まで大丈夫？多分、思ったよりシンプルかな。そんなに難しくない。2つのポイントで、こういうハッシュだけ。で、なんていう小さい A が知らなかったら、こういう S 作れない。Right? 例えば、自分が作りたい。S は、でも、R が両方のところに入ってるのが難しい。このハッシュ関数があるだから、R が両方のところだから、R、どうやって R があるけど、R がハッシュにもあります。だから、例えば、ここに R をするとか、S こうして、R こうして、計算できなくなる。ハッシュ関数が。OK、それ普通のシノーシグナチャー。で、Discrete Log Contracts には、ちょっと変わってるシノーシグナチャーを使います。普通には、公開鍵 A。証明は R と S。公開鍵33バイトね。32バイトけど、プラス1ビット。で、証明は、64ビットぐらい、64バイトぐらい。ビットには73バイト。だけど、その最初はいつも30、0、2、20。まあ、本当は64バイト。で、Discrete Log Contract には、その R を公開鍵にする。で、証明は S だけ。R はただ K×G。だから、メッセージ以前に作られる。はい、これただランダムの K×G。だから、いつでも作れる。だから、サインする人も、じゃあ A を作って、それは私の公開鍵。そして R を作って、あ、これも私の公開鍵です。ある意味2つの公開鍵だけど、R ここにして、そして、サインするときに、R 言わなくて大丈夫。もう言っただから、S だけの証明。OK。こういう、まあできるね。Schnorr Signature が安全に証明できれば、これも別に悪くないね。基本的に同じ数学、同じことする。ただ、いつ R を送るだけが変わる。まあ大丈夫。それ大丈夫だけど、こういう証明は一回、しか使えない。普通のSchnorr Signature は いっぱい使えるけど、R が決定なら1回しか、サインできません。ちょっと難しい。2つ、2回使ったらこうなる。じゃあ S1 と S2 がある。2つの証明。それは K、同じ K 使ってる、同じ R。マイナス、ハッシュのメッセージ1、メッセージ2。R が一緒、A も一緒。何が違う、そのメッセージだけ。同じ公開鍵を使っている。同じ R を使っている。2つのメッセージをサインします。それなら、この2つの S をみんなに教える。はい、2つの証明です。それなら、じゃあ S1-H-S2 イコールこれ。はい、これ、マイナスこれ。で、K が消える。え？それマイナスこれ、K が消える。で、H、ハッシュ、メッセージ2、R かける A、マイナス、ハッシュ、メッセージ1、R かける A。それは、ハッシュ、メッセージ2、R、マイナス、ハッシュ、メッセージ1、R かける A。両方 A ね。だから A、なん、divide by A、ここになる。で、divide by this。Right? そのちょっと難しいけど、HM2R-HM1R。それを計算して、divide。で、A になる。Right? で、これ全部わかる。S1 と S2 は、証明に入ってる。
このハッシュも計算できる。M2 もしてる、R もしてる、M1 もしてる、R もしてる。これ全部わかる。Right? で、A になります。だから2回証明したら、同じ K とか同じ A で2回証明したら、自分の秘密鍵がバレる。そしてちなみにこれプレイステーション の問題だった。2011年ぐらい、誰かのハッカーが、ソニー のソフトにこういう問題がありました。で、まあ、なんていう、プレイステーションのゲームがコピーできるようになった。こういう問題で。そう、ちょっと、ソニーから見ると、じゃあ K がランダム。はい。じゃあこういうランダム数字を使います、K に。でも K がランダムだけじゃなくて、毎回新しいランダム数字じゃないといけない。OK。これ、Schnorr signature と K collision とか、まあ大体、ちょっと数学の discrete log の準備で、大体わかる ?OK、たぶん。OK。So、その R がわかると、anticipated signature が計算できます。公開鍵がわかる。A もしている、R もしている。で、S はまだ知らない。Right? 最初に A と R をもらって、S×G は計算できる。S×G はその証明を確認するときにこういう数学するね。R-HMR で。大文字で。だから何でもメッセージを勝手に自分で決めたら、そのメッセージ ×G の証明、そのメッセージの証明 ×G は計算できます。はい。そう、例えば、このメッセージ、じゃあ、この人が、こんにちはというメッセージをサインしたら、ここにこんにちは、ここに R、ここに A。で、S×G は自分で計算する。何でものメッセージ。だけど、S は分からない。S はその K と小さい A が必要だけど、S×G は以前に、計算できる。OK。Yeah。で、S×G が分かるけど、S が欲しい。それは discrete log problem。それは、公開鍵から秘密鍵と全く同じ問題ですね。ポイントがあるけど、そのポイントは何のスケールですか？それが難しい。OK。で、この anticipated signature で、Oracle が書きます。OK。discrete log contract。ちょっともっと説明して。まあ、Lightning Network の Lightning のチャンネルみたいな感じだけど、じゃあここに10ビットコインが入ってる。で、Olivia という Oracle があります。でこの天気の Oracle は A と R の公開鍵がみんなわかります。で、Lightning の場合は順番で、じゃあこれ状態1、で次状態2、で次状態3を作ります。だけど、この、Discrete Log Contract は同じ時に3つを作ります。で、これ、だから1、2、3、あんまり意味ない。順番じゃない。ただ、これが、これが、なんか、混ざっても大丈夫。これを1にする、これを2にするでも大丈夫ですね。OK。これ、晴れの状態。これ、雨の状態。これ、衣装の状態。例えば。OK。晴れならボブが勝ちます。雨ならアレスが勝ちます。で、Lightning は、最新のが正しい。はい、例えば、ステイ3つまでで、3つまでなったら、状態3しか、放送できない。まあ、他の放送できる。例えば、3までできて、2を放送したら、その相手が全部のお金取れちゃう。ね、秘密の鍵があります。だから、Lightning では最新だけが正しい、前の状態が、ダメ、違反。Discrete Log Contract の場合は、Alice が決める、Olivia が決める。Right? いっぱいの取引を作って、でどっちが正しい、一つだけのが正しいのは、Olivia が決める。でも、決めるのは、見なくて決める。OK。Olivia の S、その証明。は秘密鍵に考えたらこれできます。でそのオリビアの証明 ×G
は公開鍵。Right? So, その証明が秘密鍵ちょっと変だけど、実は同じ数学ですね。S はスケーラー、S は普通の32バイトの数字。で、S×G、ポイント、公開鍵みたいな感じ。そして、普通のソフトには S×G を計算するけど、すぐ捨てる。ただイコールかどうか、証明を確かめるだけの時に S×G を計算するで、はい、イコール、はい、この証明大丈夫です。で、終わり、消す。でも、ここには S×G を使います。OK、so、例えば、オリビアの S、秘密鍵。S×G、公開鍵。で、アリスとボブの公開鍵に混ざる。一緒にする。例えば、アリスの公開鍵、アリスのパブキー、プラス S×G はそのコントラクトのパブキー。そして、それだと、アリスのプライベートキー、アリスの秘密鍵、プラス S イコールコントラクトの秘密鍵になる。ね。それ、信じますか？kind of 不思議。Right? その、オモーフィズムで。じゃあこの2つの公開鍵を足すしたら、その秘密鍵を足すしたら、その sum のポイントもの、秘密鍵になる。だから A プラス B のポイントしたら、A、小さい A プラス小さい B のスケーラーしたら、C のポイントが C のスケーラーです。だから、アリスとボブの公開鍵を混ぜて、オリビアの S と G かける G。そう、例えば、3つの結果。OK、メッセージ、晴れ、メッセージ、雨、メッセージ、日食。3つの、3つのシグナチャーキーという。S×G はシグナチャーキーという。じゃあ、S 晴れ ×G イコール R マイナスハッシュ、メッセージ晴れ、R かける小さい A。はい。あれ？これ、大文字。あのため。すみません。ビッグ A。はい。OK。So、S 晴れ、その晴れのポイント。Right? オリビアの晴れポイントは、オリビアの R マイナス R と晴れのメッセージのハッシュかけるオリビアの公開鍵。で、アリスの晴れパブキーは、アリスのパブキープラス晴れパブキー。ボブの晴れパブキーは、ボブのパブキープラス晴れパブキー。そして、アリス雨パブキーは、アリスパブキープラスオリビアの雨パブキー。で、もちろん、ボブパブ雨は、バブパブキープラス、オリビアの雨パブキー。大体わかる？はい、その2つのパッキーを混ぜて、みんなが、この場合には4つのパッキー、well, really, 6つだけど、まあ、2色は分からない。だからこういう場合には、じゃあ4つのパッキーあります。で、お金を送ったら、例えば、アリスパッハレのお金を送ったら、2つのことが必要。まずは、アリスの秘密鍵。アリスじゃない、ボブはそのお金絶対取れない。そして、オリビアの S 晴れも必要。OK。で、ライティングのスクリプト。同じスクリプトを使います。で、これのスクリプト。up, if, pub1, up else, delay, CSV, drop, pub2, up end it。短いだけど、そう、こういうのは基本的に、この秘密、このサイン、またはこのサインと時間。それだけ。2つの鍵があるで、この鍵だとすぐ作れる。すぐそのお金取れる。普通 の, ビットコインのアドレスみたいに、じゃあこの鍵だとどうぞ。またはこの鍵でも使えるけど、この鍵なら、ちょっと時間かかる。例えば3日間、1日間、100ブロック。だから、この秘密鍵分かったら、その鍵すぐそのアウトプットすぐ取れる。けど、この鍵分かったら、ちょっと待って、で、取れる。で、この鍵分かったら、多分すぐ
取った方がいい。他の人が後で取れるかもしれない。OK、so Lightning Network、これを使いますね。Lightning Network の場合は、新しい、状態、新しいトーニングを作ると、前の状態を消す。で、前の状態を消すのは、相手に、じゃあ、この秘密鍵をあげます。で、自分の秘密鍵がここ。自分の鍵はここだから、私まだ放送できる。で、放送したら取れるけど、100ブロックかかる。100ブロック待たないと。で、相手はすぐ取れる。だから、ダメ。なんか、放送しません。そのアップチェックシークエンスがあるため。パワーすぐ取れる。で、それは Lightning の場合。ね。で、Discrete Log Contract の場合は、まあ、同じアップコード、同じスクリプト。Lightning と DLC の2つ鍵。じゃあ、Lightning の場合は、はい、じゃあ、いつも、Pub Y、その時間かかるの鍵はちょっとピュア。一人が全部持っているのか。で、その他の鍵はいろんな鍵が混ざっている。で、Lightning の場合は、Pub Y、その時間かかるのが正しい。私、放送して、これが一番最新の情報だから、相手は Pub X 知らない。で、待ってて、お金取れる。で、Pub X 使うのは、なんでか、間違いがある。最新の情報、最新 の状態じゃなくて、前の取引を放送して、で、誰か気づいて、あ、ダメだよ。これ知ってる。だから、これ取ります。DLC の場合は逆。その、PubX は正しい。時間かかるのは PubY、間違いのやつ。OK、so, what you do?例えば、ハレの場合は、これ、アレスのハレパブキー、バーブのハレパブキー、雨のハレ、バーブの、アレスの雨、ボブの雨、アレスの2色、ボブの2色とか、ね。OK、で、オリビアは雨というメッセージをサインします。雨が降りました。雨が降ったら、その、M 雨。この S が分かる。で、この取引を放送したら、アレスがすぐこのお金取れる。その、雨、ここの公開鍵の秘密鍵が分かる。だから、それを放送して、で、すぐ自分の普通のアドレスに送る。Okay? で、例えば、これを放送したら、秘密鍵知らない。で、相手が全部取れる。時間かかって、ちょっと時間かかって、相手が全部取って、まあ、時間かかるけど、できる。そして、なんか、自分がこれをしてたら、これを放送して、で、すぐこれを放送して、で、自分のお金になる。でも、実は、その1と9、0と10にしたら、ちょっと問題がある。それは、アレスが勝ちましたね。でも、ボブが気づいて、で、ボブが0だったら、ボブが、じゃあ、これを放送します。で、アレスは結局全部取るけど、1日待たせる。だからちょっと、まあ、めんどくさいけど、like、私、なんていう、ソアルーゼル。負けた、だから、まあ、お前に、じゃあ、1日間待たないといけない、ははは、とか。それできる。別に、そんなに大変な問題じゃないけど、まあ、1とか、1と9にしたら、ボブが、ああ、じゃあ、はい、どうぞ。これを放送したら、全部なくなるだから。DLC と時間、いや、Lightning の場合は、間違い、なんかダメの情報がネットワークに放送したら、すぐ見つけないといけない。すぐ気づいて、そしてそのお金取る。自分の、なんか新しい、なんか混ざってる秘密鍵で。DLC には、自分で放送して、そしてすぐ取る。だから、もうちょっと楽な感じ。Right? Lightning の場合は、もしかして、ダメの状態が見つけたら、すぐ取らないといけない。だから、いつも、確認しないといけない。けど、DLC の場合は、じゃあ、Alice がこれを放送して、で、Alice がこれも放送する。だから、Alice のソフトは、同じ時に両方の取引を放送します。で、No surprises. Right? Bob,
パソコンをオフしても全然平気。例えばボブがダメのここを放送しても大丈夫。Right? ボブは、ボブの晴れ、例えばボブの晴れ鍵、全然いつでもなんかずっと見ない、ずっと知らない。Right? ボブの晴れ鍵は必ずオリビアの晴れメッセージのサインが必要だから、ボブがダメの状態放送してもずっと使えなくなる。で、アリスだけが使える。だからアリスは、まあ、パソコンオフして1週間、2週間待っても全然平気。それはライトニングと違うね。ノーサプライズです。だからまあ、ちょっといい。ノーサプライズだけど、相手がちょっとなんかムカつくとかでダメのことを放送して自分でちょっと待たないといけない可能性もある。まあ、OK。そして、ダメのオリビア。それが問題。ね、オラクル、例えば前に、ボブがオリビアに、ねえねえねえ、確かに雨だけど、晴れにサインして、お金あげるよ。で、オリビア、ああ、じゃあ、あなただけに、S 晴れをあげますよ。それ、リスクがあるけど、その、前言った、K collision があれば、オリビアの秘密鍵がバレる。そうしたら。ね、まあ、嘘も言える。オリビアももちろん、ブロックチェーンに入ってない。どうやって分かる雨と晴れ。それ、オリビアが決まるだけど、一つだけのアウトしか決められない。二つの別のメッセージをサインしたら、みんな、K も分かる、A も分かる。全部何でもサインできる。で、オリビアの鍵はなくなる。だから、オリビアは誰が S を使ってみるか。あ、そして、良いことは、オリビアが嘘を言ったらみんなわかる。みんな、ほら、晴れ S がありますで、だけど雨降ってた。だから、みんなずっとわかる。このオリビアは全然ダメオラクルです。とか、そういうプルーフがあります。OK、DLC とスケーラビリティ。だから、Lightning Network はなんかスケーラビリティ のこと。一つのチャンネルを作っていっぱい取引できる。で、DLC のスケーラビリティは、じゃあ、一つのスマホは3つの取引かかる。で、みんな同意したら2つだけの取引が。じゃあ、例えば、こういう状態ね。まずは、一つの取引は、このファンディングトランザクション。その契約、そのスマートコントラクトのファンド、一つの取引。で、次はいっぱい作って、けど一つだけを放送する。そう、2番目はクロージングの取引。で、3番目はアリスがこれをすぐ取らないといけない。だから、ちょっとスイープ。その自分のお金、これは自分の、これ、この機密鍵しているだから、すぐスイープして、自分だけのアドレスに送る。それ3つの取引ね。1、2、3。ちょっと重い。同意したら2つになる。はい、同意したら、オリビアが S 雨とみんなに放送したら、アリスとボブをつながって、で、アリスが、ねえねえ、ボブ、すいませんけど負けましたね。お願いします。直接私に9コイン送る。で、あなたに1コイン送ります。で、私たち両方サインします。これは普通の2の2のコンティセンだから、それできる。コントラクトが終わって、新しい取引を作ります。で、これ、ちょっとなんか生の鍵、はい。普通のアドレス。で、ボブが同意したら、はい、負けましたね。はい、どうぞ、9コイン。で、私、1コイン。ボブがそれできる。で、そうしたら、そのスイープのトランザクション、この最後の3つ番、3番目のトランザクションはいらない。で、1、2になる。で、それの方が、便利。それの方が、安い。取引の手数料とか。ね。まあ、ちょっと便利。But、もっと便利のは、チャンネルの中に、Discrete Log Contract にすると。そして、そうすると、みんな協力したら、ゼロトランザクションかかる。So, OK。例えば、これ、Lightning Network ね。普通の Lightning のチャンネルで、
アリスは35ビットコイン、ボブが15で、どんどん多分前のいっぱいの取引がありますね。で、今の状態35、15で、じゃあコントラクトを作ります。ここにアリスの5コイン、ボブの5コインが減って新しいあの取引のアウトプット、これ全部同じ、well, okay. 前の状態が35、15、次の状態は35、15、そしてここの他の2の2に送ります。で、そこから、コントラクトを作ります。これはもしかしたら、確かにセグウェイが必ず必要、ね。これがブロックチェーンにありますけど、これはブロックチェーンに入ってない、そして、使っている、right? TXID が変わるかもしれない。だから、必ずセグウェイで、Tree を作ります。で、そうしたら、まあ、同じようにこれ使って、アリス、ボブ、リビア、雨降って、他の取引が、まあ、使えなくなる、放送しても使えなくなる。だからじゃあこういう状態ですね。で、欲しければ両方クローズできる、ね、これを放送して、でこれを放送する、で2つ3つの取引で、チャンネルをしまわれる。だけどみんな同意したら、じゃあアリスとボブ、アリスは9コインもらいました、ボブは1コインもらいました、で同意したらアリスの残高をプラス9、ボブの残高をプラス1で、契約を消すはできます、チャンネルの中に。で、そのチャンネル、その契約、そのスマートコントラクトが、まあ、起こりましたけど、誰も何も見えない、ブロックチェーンに触ってない、そしてただみんなの残高が変わりました。だけど同意してなかったら、いつでもボブまたはアリスが自分で、じゃあこれをクローズします、これもクローズします、これのお金、これを放送します、このお金取ります、4つの取引だまあ同意してないと4つのちょっと順番の取引が放送しないといけないんだけど、まあできる、right? 相手がオフラインとか相手がダメになったら放送。 So DLC は Discrete、Discrete というのは目立たない、静かとか何も言わない、特にチャンネルの中のスマートフォンとかとは相手しか見えない、ね、ブロックチェーンに入ってないだから誰も何も必要ない、だけどネットワークに放送しても、これが Discrete Log Contract かどうかそれも見えない、スクリプト、ライトニングと全く同じ。そして鍵も気づけない。そのオラクルの公開鍵、みんなわかるかもしれない。あ、じゃあこれは、クラケンの取引所の、金曜日の S ですね。こういう公開鍵、みんなわかる。だけど、アリスの公開鍵とオラクルの公開鍵が混ざってる。だから見えない。アリスが同じ公開鍵何回使ったら気づくかも。でも、まあ、こういう鍵 いつも1回だけしか使った方がいいね。アドレスリユースはダメね。公開鍵を作るのは本当に簡単だから、1回、使い捨て、1回公開鍵使って、新しい作る。だから、ネットワークに放送したら、まず、スマートコンタクトの内容を知らなくて、そして、それ本当にスマートコントラクトだった、または普通のライティングのチャンネルだったかもしれない。本当に同じスクリプト、同じ全部衣装 に見える。OK。じゃあ、OK。天気はいいけど、そんなに天気みんな興味ないじゃない？スマートコントラクトの天、本当にやりたいのは、値段ね。例えば株とか、他の、通貨とかそういう感じね。だからじゃあ、まずは日本円。今日本円は330サトシぐらいです。で、これちょっと考え方が逆。今普通考えているのは、じゃあ1ビットコインは30なんとか万円ですね。でも、Discrete Log Contract の世界には
ビットコインしかない。日本円はちょっと外国のこと、なんかこれはビットコインの国。だから、日本円は、どういうこととか、ドルどういうこととか、株は全部違うこと。で、ここにあるお金のはメイン。だから、1円イコール330サトシ。1ドルは、4万サトシ、3万サトシとか、そういう値段になる。だから、オリビアは値段をサインするときには、サトシで値段をサインします。それの方が、分かりやすい。本当にいろんな人と話して、逆、なんか、普通に、逆の値段もサインできますよね。で、できる。けど、これの方が数学が分かりやすいになると思う。OK、so、例えば、M は、値段。で、例えば、OK、じゃあ、金曜日5時、you know、金曜日のマーケットクローズ。金曜日の5時に、1円の値段をサインします。ちょっとおかしい。普通は、じゃあ1ビットコインの値段をサインします。けど、これ見ると、じゃあ1円はいくらですか？じゃあ1円330サトシ。OK。で、数百取引を作れる。3つじゃなくて。じゃあ、0サトシなら、アラスカ0、ボブが10。1サトシの値段なら、アラスカ5、ボブが5。で、いっぱい作る。1000サトシの値段なら、アラスカ1、あ、間違えた。ここが1。ここが1。で、多分1000取引ぐらい作れる。で、一つの取引は、ちょっとコンプレッションできます。インプットが全部同じ。で、証明が違うけど、アウトプットはちょっとだけ違う。だから多分100バイトぐらい になれる。で、大体相手の証明、相手のシグナチャーが一番大きい。それ64バイト。で、まあ、100バイトぐらいにして、1000個の取引があれば、まあ、1メガぐらい。で、まあ、それ、ブロックチェーン に入ってない。だから、自分のハードディスクだけ。だから、一つのスマートコントラクトが、まあ、1メガぐらい。そんなに悪くない。Right? 大丈夫。ただ、で、結局、オリビアがサインするときに、いつ、どこかの、取引が使えるようになって、それを放送して、お金もらう。モネはちょっと遅い。It's okay. 数万、いや、の結果、like、いっぱいあれば、例えば、数万 の可能があれば、重くなる。10メガとか、10メガ超える。そして、そのサイズじゃなくて、各取引に、証明があるだから、その証明を確認しないといけない。で、重くなる。1秒で2000証明確かめる。だから、ちょっと、別にそんなに悪くないけど、もっと早くできる。今のソフトには、R を2つにする。R エクスポネント、R メンテサ。エクスポネントは、その、なんか、2の2乗、2の5乗、2の8乗。で、メンテッサは、ちょっと数学っぽいの言葉だけど、なんていう、10の後の数字。だから、例えば、エクスポネントイコール3、メンテッサイコール43。その意味は、じゃあ、4.3 かける10の3乗。だから、4300。ちょっと分ける。Right. なんていう、サイエンティフィックノーテーション。いつも大きい数字はこうやって書くね。だから、じゃあ、こういう数字とこれを別にして、2つの S を送る。そうしたら、例えば、今の日本円の値段の契約を作って、今330。だから、100から1000には、アリスとボブの結局の残高が変わる。だけど、1000超えたら、つまりビットコインの値段がすごく急に下がった。1000超えたら、アラスが全部もらう。Right? でそれ1000、4000、8000でも関係ない。変わらない。1000でも4000でも、アラスが全て のお金もらう。だから、その時に R のエクスポネントだけの SG を使います。Right?ここの
ここの数字関係ないだから、ただ、あ、4つの桁だから、アラスが全部もらいました。そして、1つの桁だけだから、ボブが全部もらいました。そうすると、その範囲に1つの取引しかいらない。で、この3つの桁の範囲に、いっぱいの取引、1000取引を作ります。100取引を作ります。まあ、それなら、何でものスマートコントラクトは、自分のディスクに1メガ以下 になれる。OK。他のこと。Oracle に信頼するだけど、どうかな、もしかして壊すとか、もしかして怪しいことする。Multi Oracle できます。ね、ただ、SAG plus SBG equals SMulti G。ただ、その Oracle の SG ポイントを混ざる。簡単にいろんなオラクルを使います。N event。N event でサイズ変わらない。だから3つのオラクルを使いたい。大丈夫。その3つのオラクルの R value を取って、3つのメッセージ、同じメッセージを作って、S×G にして、でそれ全部プラスにする。M event もできるけど、そのスマートコントラクトがすごい大きいになる。でも N event なら大丈夫。サイズも変わらない。簡単。問題は、いっぱい使ったら、で、一つのオラクルがちょっと若干違うのことをサインしたら、使えなくなるね。他、例えば、オラクル A とオラクル B が、今の値段334円です。334サトシです。で、他のオラクルが332サトシ。で嘘じゃないけど、ちょっと別のデータとか、ちょっと別の時間でレポートして、で、その、合わない、メッセージ。だから、鍵使えなくなる。そして、あ、書かなかったけど、ここには、タイムアウトもあります。Right? で、こういう全部使えなくなるなら、例えば3日間後その時に、アラスが半分、ボブが半分。Right. オラクルが全部消えたら、まあ、ちょっと待ってたら、契約がやり直すって感じ。OK、double R、モティオラクル。で、誰が使う？何のために使う？定期どうかな？でも、例えば、バーチャルカレンシー、right? これ日本円みたいな感じ。これドルです。だけど、信頼する、オラクルに信頼するけど、本当にちょっとだけ。で、オラクルは私がいるかどうか気づかない。オラクルから見ると、ただ、はい、今日の値段これです。で、みんな使うかどうか。もしかしてみんな使わない。で、オラクルちょっと寂しいの仕事ね。みんな本当に聞いてるかわかんない。でも、これが円みたいに動く。ビットコインの値段が下がったら、私もっとビットコインもらう。ビットコインの値段が上がったら、私のビットコインの残高が減る。それなら、まあ私1万分のビットコインがあります。とか、それできる。そして、100ドル分のビットコインがあります。で、ビットコインの値段あんまり気にしないになる。で、でも反対の人、その逆の人は、じゃあ私ちょっとスーパービットコインがあります。ビットコインの値段が下がったら、私急にいっぱいビットコインがなくなる。で、ビットコインの値段が上がったら、もっとビットコイン。もらえます。多分そういうあります。株もできるとか、スポーツなどなんかギャンブルもできるね、簡単に。じゃあ阪神タイガース vs 読売ジャイアンツ、じゃあどっちのチームが勝ちましたをサインする。保険とかまあできるかな、like、なんかこの地震の何度、これは9の地震とか、それサインできるの。プレディクションマーケットみたいな感じできる。で、ビットコインじゃなくて、イーサリアムとか、いろんなプレディクションマーケットある。Augur、what was it? Gnosis、Delphi、いろんなプレディクションマーケットある。で、数百億円の ICO がやってたけど、私、非常に残念ながら ICO はしません。金持ちにならない。でも、ソフト作ります。それだけ。無理用にどうぞ。ICO。ICO はやらないじゃない？なんでそんなにが必要かわかんないけど。まあ、それ、DLC の
の与党けど、あの一番面白いのは、自分で考えた自分で作るけど、みんな本当に何のために使うか分かんない。でそれがちょっと面白い。あの作ってで結局そうするの、へえ面白いとか。 OK、 はい、Take a break, man. Take a break, yeah. ありがとう。 Thanks.